完璧を求めるんだと思います。負けをなくすため、つまり勝つためにもう通過点だよ、それ一つを見てぐっと落ち込むことはないと。こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。木村さん、最近はもうこういうご時世ですから、本当に心を、病んでしまったりとか悩みを抱えている方、非常に多いと思うんですけど、そういう方たちに対して木村さんから何かアドバイスありますか？ああ、なるほどですね。こういったデータもんですよ、日本人のですね、うつの症状になる人、なった人っていうのも 10% 超えてるらしいですね。 10%？ そうなんですって。それは程度の差はあるね。でこれアジアでは一番多いそうです。あ、そうなんですか。欧米ではもっと高い国とかあるんですけどね、ちなみに1位はイギリスらしいんですけど。あ、でも多くないですか、 10% 超えて。 10% の方が、ね、10人に、そう1人はね、ですからね、やっぱり普通に、打つというかね、そういった方っていうのは普通に身の回りにもいるし、で私だってね、サラリーマンの頃にですね、本当に仕事が大変になった頃、もう本当にヌーロ的になってね、病院に行くまでじゃなかったんですけど、でも今思えばもううつの一歩手前。あ、そうですか。夜寝れなかったり、朝早く目が覚めたりとか、気分も落ち込んだりとかってした経験あるので、よくわかるんです。ですから誰にでもね、そういったことはあるし、そこまで行かなくたって普段ちょっと落ち込むなとかね、ありますよね、そういった出来事ってね。それに対してね、どういうふうに考えていったらいいかっていうのは何個かあるんで、ちょっとお話ししようと思いますね。まず一つ目なんですけど、私よく話すのはですね、こういう点なんですけど、人生をね、もう映画とかね、ゲームとかね、そういうもんだと思うよっていう。ほう。そう、もう落ち込んでくるとあーってなっちゃうんですけど、ちょっと距離を置いてね。で映画とかゲームとかって、ドラマとかいろいろ起きるじゃないですか、で起きるもんだみたいな、で次また違った面になるしみたいな、そういったものを客観するような、もう映画の一場面だみたいな、そうするとちょっと気分が軽くなると、気が軽くなるという面があるんでね、これよくアドバイスしたりしますけどね。で次2つ目なんですけど、これもよく言うんですが、事実はもう一つしかないんだけどね、解釈は無限だっていうんです。これちょっと一つ目に似てるかもしれませんけど、何かことが起きた時に、これは事実は一つじゃないですか、変えれませんよね、ただ解釈の仕方、これは無限なんですね、これ自分の解釈の仕方だけなので、自分によるわけですよ、自分でコントロールできるんですよ、事実はコントロールできないじゃないですか、ましてや起きてしまったので、だから自分でやっぱり、あ、これは勉強なるものなんだとか、これは俺にとって試練なんだとかね、そんな深刻ならなくたってなんとかなるんだとかって、これ解釈なんで、分かりますかね、能動的な話なんですよ、だからそこを、自分でね、いいようにって言っちゃあれですけど、また次につながるためだとかっていう捉え方なんで、そこを工夫しようよっていうね、そういうことで少しは、落ち込むのをね、軽減することはできるかと思いますよ。で次3つ目、好き嫌いとかね、得意不得意はもうあって当たり前なんだよっていう、やっぱり落ち込む時とかそういうのって、ああ俺これはどうしようできないとかね、ああ俺やっぱこれ嫌いだわ、でもやんなきゃいけないのかって、もう、こう自分にこう矛先が向けてしまう人いるんですけど、でも得意不得意人間だからあるよと、いうことなんですよね。そういうことをね、声かけてあげると、そうだよなとかっていう、完璧を求めるんだと思います。一生懸命やって、そう全てやっぱできなきゃいけないみたいな、でもやっぱり人間だから、得意得意やるので、できないともしゃあないじゃないんですけど、次はうまくやろうと思うとかさ、そんな感じで軽くじゃないですけどね、完璧を目指さずね、考えるっていうのが大事になってくると思いますね。次4つ目いきますね、失敗は恐れるなと。で失敗というのはですね、負けをなくすためにある必要な通過点なんだっていうことをよく言ったりします。失敗って漢字でね、負けをなくすって書くんですよ。なるほど。で負けることをなくすために失敗はあるので、あって当たり前じゃないですけど、あったってそれ次の糧にすればいいだけの話なんで、それ一つを見てぐっと落ち込むことはないと。
失敗の捉え方ですよね。そういうことですね。負けをなくすため、つまり勝つためにもう通過点だ、帰ってよかったじゃないかと。帰ってね、失敗しないような方、たまたまずっとうまくいってきた方などはですね、失敗してないので、実は失敗した人よりも学んでなかったりします。でずっと最後に大きな失敗したらやばいじゃないですか。そうですね。それだったらそれまでに細かな失敗した方がいいじゃないですか。そうですね、考え方ですけど、そういう話をしたりしますね。で最後5つ目ですけど、結果をね、結果を過剰に考えるな、恐れるなってよく伝えます。それよりもね、やっぱり今できることをやろうよと。結果は後からついてくる、やったことの後からついてくるから、やっぱりともすると人間ってちょっとスタートしたところでもう先と、なんていうんでしょう、目標と離れてしまって、もうダメだとか自分はダメだとか落ち込むじゃないですか、でもそれはまあ結果はまだ先なんで、後なんで、それよりももうこのやっていって、その結果ね、どうなるかっていうのは後からついてくるものだから、まず今やることをやろうよと、いうね。特に心配症の方、すごい序盤から心配する方いらっしゃるんですけど、そういう方に伝えたりしますね。結果後からついてくるから今やることをやろうよみたいな、そんな感じですね。その結果にやっぱり一喜一憂してしまうと、やっぱり止まってしまったりとか、また次の一歩が踏み出せないっていうことにつながりますもんね。そうなんですよね。だから落ち込むとか、こう沈むとか、そういうことをやってしまってる、そうなってしまうと、でその期間が長いと、その期間だけもったいないじゃないですか。まあちょっと考える分はいいですよ。でもやっぱりすぐ切り替えないと、時間はもったいないので、時間一番大事なので、全て捉え方というか、自分次第の、自分の考え方次第でいかようにでも変えていけるっていうところだと思うんですけれども、やっぱりそこもやっぱり自分で意識して思考の癖とかっていうのを把握して意識して変えていくっていうふうにしていく必要がやっぱありますよ ね。事実は一つでも解釈は無限なので、そうすると付け加えると、やっぱり人に話すといいですよね。あ、なるほど。一人で黙々としてるとどうしてもこう下がっていく。確かにそうですね。人にやっぱり弱音でもいいので、まあ、やっぱ吐いた方がいいですよ。そうするとやっぱりスッキリすることもあるんだね。心を開ける人が一人いるだけでも全然変わってきます、そうですね。ですから仲間は大事ですよね、普段からね。で次は逆の立場ないかもしれないし、そうはい、って感じですね。ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、いろんなの、まあ、成功法則というかノウハウというかね、そういったものも公式 LINE の方でね、いろいろ発信してますんで、ぜひ登録していただけたらと思いますし、そうするとね、私のノウハウの詰まった16本の、ね、動画をプレゼントしますので、ぜひそれを受け取ってね、見ていただけたらいろいろ変わってくるかと思います。はい、登録の仕方は下のビュー欄にあります。はい、では今回以上になります。ありがとうございます。